サハ共和国、サハ共和国、サハ共和国、ロシア語、サハ語、英語、サハリパブリックは、ロシア連邦を構成する共和国で、連邦構成主体の一つ。首都はヤクウツク。別名ヤクウチや、ロシア語系より、旧称ヤクウト自治ソビエト社会主義共和国、1922年から1990年、ヤクウトサハ共和国、 1990年から1992年、面積は310万3200平方キロメートルで、ロシアのヨーロッパロシアを除いた地域、アジアロシア、約1310万キロメートルの約4分の1を占め、地方行政単位としては世界最大である。連邦管区では、極東連邦管区の範囲になる。主要の民族は、サハ人、トゥルク系、ロシア人、 サハ共和国は南北に 2500km、東西に 2000km の国土を持つ。約310万 km という総面積は、独立国7位のインド、約329万 km よりやや狭く、8位のアルゼンチン、約278万 km より広く、日本、約38万 km のおよそ8倍の広さに相当する。その最北端は、 北極海に浮かぶノボシビルスク諸島のヘンリエッタ島で、ノボシビルスク諸島を挟んで、西はラプテフ海、東は東、シベリア海が大陸に面する。これらの海は北半球で最も冷たく凍った海で、大河から淡水が流入するため流氷形成が活発であり、年間9ヶ月から10ヶ月は凍結する。サハ共和国の北極海沿いには、 タイミル半島東側のアナバル川川口より、東にはフィヨルドは見られず、レナ川などの大きな川は川口で三角州を形成している。これは最終表記の東シベリアが非常に乾燥していたため、氷河が形成されず、氷河地形も作られなかったためである。サハの土壌は全て永久凍土で、面積の40%は北極圏に含まれる。 北部の北極海沿岸はツンドラで緑のコケ類が多いと中へが暮らす。ツンドラ帯の南部では小さくねじれたシベリア松やカラ松が川に沿って育つ。ツンドラより南には新葉樹林帯タイガが広がる。北はカラ松が主で南に向かうにつれもみや松が現れる。タイガはサハ共和国の四ントを覆い、そのントはカラ松類である。 ユーラシア大陸北東部のシベリアにあり、大陸性気候である。山がちな国土なため、冬の寒さは極限に達する。その一方、夏は井戸に比べると高温である。特に内陸盆地ではしばしば猛暑となる。冬は猛烈に厳しく、南極大陸を除くと世界最低気温となる氷点下71.2度を1926年1月に記録した。 オイミヤコンや、やはり冬の国間で知られるベルホヤンスクもあり、北半球の環境と考えられている。雪は少ない。1月の平均気温は北極海沿岸でマイナス28度、その他の内陸部ではマイナス50度に達する。7月の平均気温は北極海沿岸ではわずか2度、一方内陸部では19度にまで上がる。年平均降水量は、 内陸部で2 0 0、mm、トル、東部の山岳部で7 0 0、mm、トル。サハ共和国の大きな山脈には、レナ川に並行して走るベルホヤンスク山脈があり、オホーツク海からラプテフ海まで古上に大きく伸びている。ベルホヤンスク山脈の東に並行して、チェルスキー山脈が同じく古上に伸びるが、その山脈にあるポベダ山、ポベダが、 標高3003メートルで最高峰とされている。近年の人工衛星による調査では、スンタルハヤタ山脈の最高峰、ムソハヤ山、ムズカヤが標高3011メートルに達し、本当の最高峰だとされている。南部には、スタノボイ山脈やアルダン高地など、南シベリアからモンゴルにかけて広がる山地の一部が伸びている。アルダン高地は、炭鉱地帯がある。 最も東には、畜地自治管区にまたがるコリマ丘陵があり、金が豊富である。サハ共和国の水はすべて北極海に流れる。国土の中央には、非常に幅の広いレナ川が流れ首都のヤクーツクを通り、国土を南から北に循環して、北極海へ注ぐ。10月から6月にかけて凍結するものの、重要な交通路になっている。 レナ川には無数の巨大な支流があるほか、インディキルカ川、ヤナ川、コリマ川といった独立した水系も北極海に流れている。また、北極海沿岸のツンドラ地帯や大話沿いの氾濫源には無数の故障があり、大きな湖だけで700を超える。ビル類川の中流にある大著水溝をはじめとしたダム湖も数多く建設されている。また、冬は、 川の水が凍ってしまうため、道路として利用できる川沿いには標識がある。サハ共和国では三つの標準字が使われている。サハ人は十三世紀に中央アジアからこの地に進出した。彼らはトゥルク系民族でモンゴル系とも混結しており、もともとこの地にいた狩料最終民族を征服して同化した。トゥルク系語とモンゴル系語び先住民の言語の 痕跡はサハ語に残っている。ヤクートはサハと自称するが、その語源は明らかではない。先住のエベンキ人はサハのことをヤコ、ヤコと呼び、これが17世紀初めに毛皮を求めてこの地に来たロシア人に伝わり、ヤクートとなった。サハ人の一派であるティギン、ティジェンの王はロシア人に対して軍事同盟の代わりにこの地への植民を認めた。 この同盟を逆手に取られ、企ンの人々は、チュクチやカムチャツカなど、極東の民族に対するロシアの征服に追従することとなる。1632年9月25日、コサックのピョートル・ベケトフは、現在のヤクーツクの場所にレンスキー・オストログ、レンスキートリデを築き、1638年8月、モスクワのロシア・ツァーリー国政府は、 レンスキートリデを中心地とした新行政区を作った。ロシア人民族はレナ川水系をオホーツク海など極東への交通路として使い、サハやその他の民族から毛皮を税として取り立て、これをもとに貨幣経済を確立した。また、ロシア人民族はレナ川定地で農業を始めた。特に、 19世紀後半にレナ川地方へ追放された中派の人々が大麦や小麦、芋などを栽培して生活した。ロシア帝国時代の19世紀末からソビエト連邦初期には軽工業及び蒸気船などの交通が発達し始め、さらに金などの地下資源が見つかって工業も始まった。1922年4月27日、ソビエトはそれまでのヤコルスカヤ地方に変えて ヤクートソビエト社会主義自治共和国を作ったが、ロシア内戦期間中は、首都ヤクーツクをはじめ、ヤクート東部は、白軍実質的に支配し、1921年から1923年は、ヤクート反乱が起きた。ヨシフスターリン体制下では、強制労働所、グラグに送られた人々が、ヤクートでの道路建設、鉱山労働、森林伐採などに従事し、多数が命を落とした。 特に、オホーツク海の北にあり、ヤクートとチュクチの間にまたがるコリマ丘陵の均衡は、悪名高い。1992年、ソビエト崩壊後のヤクートは、ロシア連邦内の、サハ、ヤクーチア共和国として承認された。サハ共和国の政府の最高職は主張である。ソ連時代のソビエト最高会議議長は、ソ連崩壊後に、大統領、 を名乗るようになったが、2011年1月に、ドミートリー・メドベージェフ連邦統領が、ロシア連邦内の各共和国の代表が大統領と名乗れなくする、法律に署名したことにより、大統領の称号は、主張と呼び換えられることになり、サハ共和国では2014年4月24日に、実際に称号が変更された。初代大統領は、ミハイル・ニコライフであった。 2018年5月28日より第4大首長が務めている。立法府は一員制のイルツメン、イルツメンと呼ばれる議会になっている。最も重要な高等教育機関は、北東連邦大学、旧ヤクート国立大学とヤクート国立農業アカデミーである。ロシア人、民族の到達前は太陽に対する崇拝や天栗信仰など、 中央アジアのトゥルク系諸民族に共通する信仰やコシベリア諸語の民族に伝わるシャーマニズム共同体を導く光のヤーマンと魂の旅路を通した癒しを実践する闇のシャーマンが中心であった。ロシア帝国の下で人口の大半はキリスト教のロシア正教会に改修して生命を得たが伝統的な宗教は生活の場で続いている。 ソビエト時代多くのシャーマンが後継ぎを残さず死因だが、ソビエト崩壊後は、その復興への関心が高い。主要産業は、工業、木材産業、木材加工業である。2018年の経済成長率、共和国内総生産の比率は5.0%。地下資源は、石油、天然ガス、石炭、金、銀、ダイヤモンドなど、非常に多様かつ豊富である。 特にダイヤモンドは、ロシアで産出されるうちの99%を、サハ共和国が占め、ミールヌイのミール鉱山やウダーチヌイの鉱山は、特に大きい。ウラニウムは、採掘が始まったばかり。鉱業は、ヤクーツクに集中しているが、その他近郊の町アルダン、ダイヤモンドの町ミールヌイと、ウダーチヌイ、炭鉱の町ネリュングリなどにも、鉱工業が、発達している。 ロシア国内外からの観光客受け入れにも積極的である。サハ人らは政治、金融、経済、畜産などに携わり、その他の先住民は漁師、漁師、トナカイ放牧などで生計を立てている。2014年の対日貿易総額は約1、4675万ドルで、南ヤクウト丹田、ネリュングリなどからの石炭中心にゴムタイヤ、 ブルドーザー、機械部品を取引している。日本からの投資誘致や技術、設備導入を重視している。2019年の東方経済フォーラム、ウラジオストクに参加した、ニコライフ市長によると、北海道総合商事、北海道札幌市が国際協力銀行の援を得て、温室野菜栽培事業を進めているほか、野村総合研究所の助言を受けて、 ロシアで30カ所整備されるスマートシティ事業の対象にヤクウクツが含まれている。またティクシにおける風力発電では日本製発電機が設置されている。貨物輸送では火星を利用した水運が主流である。レナ川とその支流沿いの河川港をはじめ北極海の港、ティクシなど4つの船会社が創業している。旅客輸送では 航空機が最も重要になっている。ロシア各地とサハ共和国内の各市町村は空路で結ばれている。ヤクーツクには国際線ターミナルもあり、日本など外国資本を導入して改修を計画している。連邦国道が2本、アムール州から伸びるヤクーツクボルショイネバと東へ伸びるヤクーツクコリマがサハを走っている。永久凍土があるためアスファルトで舗装することは、 現実的ではなく、道路は粘土で舗装されているが、雨になると泥沼溶かしてバスなどが立ち往生する。バム鉄道から北へ伸びる鉄道支線、アムールやクーツク鉄道が、サハナングのベルカキとネリュングリ、チュリーマンなどの高校業都市を結んでおり、石炭を日本など東アジアへ運んでいる。鉄道はアルダンや、 本元まで延伸されており、さらにヤクーツクへ伸びる計画があるが、未だ完成には至っていない。以下は2002年のロシア国勢調査における人口統計データである。基礎データ歴史的な民族比率は以下の通り、ソ連時代を通じロシア人民族や、その他ソ連各地出身民族の割合が高まり、1970年にはロシア人民族が多数派となったが、 ソ連崩壊後の2002年には、ロシア人、民族やウクライナ人、民族の転出が続きサハ人の方が多数派に戻った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。